夫婦で飛島街道走ったシリーズね。おー、あ、夫婦シリーズ、今日は夫婦シリーズ、今日は、はい、何それ。スタバのメロン。おメロンとスターバックスラテホット。じゃあ行きましょうか。からもう切ったんだけど。やめて、いい。おー、すごい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 。なんか喋って。また来ちゃいました。来ちゃいました、飛島街道ね。はい、お願いします。はい、はい、ということで今回はちょっと動画はね、ちょっと3本撮るんだけど、まずはこのミッドナイトスペシャルのまあレビューと、あと別動画で夫婦でサイクリングしてみたシリーズと、あとナミちゃんがこのサクシード運転してみてどうかみたいな、その動画を撮っていきますと。で、今回の動画はまず夫婦でサイクリングしたという動画になりますので、このチャンネルはそれで、この動画はそれでやっていきます。すごいね、桜。気持ちいい。あ、幸せ。もう今日そこ、なみちゃん、そこで。ちょっと行きましょうよ。行ってあれ、食堂行こうや、食堂。ここでうどん食べてもう完璧だけど。ダメそれじゃ。まあいいけど、今日はちょっとダメです。じゃあ準備しますよ。よっしゃ、下ろそう。で、僕が今使ってるこのイノというサイクルキャリアのタイヤホールドっていうやつになります。これね、フレームをねバシッとしなくていいし、結構ねいいんですよ。あと20インチから29インチまで対応します。日本だとね、東商会さん、自転車業界で東商会さんがやってるんだけど、アマゾンの方がね、安いんで、アマゾンで買った方がいいと思います。僕の店でも買えるけど、アマゾンで皆さん買ってください。で、今回その白いね、この自転車、まあ、今回お客さんから借りてます。この動画を撮ってくれということで、で、僕も合わせて同じ車種、サーリーミッドナイトで一緒に走ります。なんか女性も改良してほしいね、このジャージね。どういう風に？どういう風に？なんか大変じゃん、女性全部脱いで外して。なんかアソスとかなんかボタンで外せばカチッとか。ボタンがいいかもね。ギアの変速がいい感じです。問題なしで。異常なし。異常なし。サクサク変わります。ストレスなしで、ね、いい感じ。
危ない危ない。なんかあの走り始め寒かったけど、うん、ちょっと濃いでしまえば全然半袖でいけるかも。いやで今でも島の反対側だから無風だけど、向こう行ったら強風なんじゃない？そういうこと。えちょうど今いい本当に、うん、今即所脱ぎたい、脱ぎたいぐらいな。リンちゃんか。気持ちがありがたいですね本当に、うん、いやそれもらえないからね、それはそれがもらえ、でもなんかペナルドしか知らなかったからさ、あこういう今不思議な感覚、あちょっと今変なのだった。これで遠くからお願いします。あおしょうもなこれこれ何よこれ。アイコンできるかな。あじゃあ正方形聞いとるでしょうか。でもナミちゃんこれ自分の自転車だけ人の自転車だこれ。確かにあれこんなんでいいの、分からん、変なのめっちゃいいじゃん、一人乗っけていい。まあいいけどあんまりラブラブ感じちゃうとこのあの皮肉買っちゃうから。ラブラブしてないじゃん、ね、ラブラブしてない。お腹ポンポンじゃね。産卵なのかな。多すぎ。まだ少ないでしょこれ。多いとこやばいよ。ポコ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 って泳いでるね。いいな、こういうとこで見せしたいな。こういうところで子育てしたいかも。その子にとっていいかどうかわかんないけどね。こっちもフグがいます、隊長。いつから隊長なの。バナナが浮かんどる。なんでか。どうですか、サーリーのミッドナイト。待って、鼻水垂れようんだけど。垂れてる。ちょっと。え、カットカット。しずくが。出るものはしょうがない。宝石がね、キラキラって。しずくってあれじゃん。はいね。みんなをしますわじゃん。小さい頃。それ魔女たけびです。全然違うから。どんな歌っけ。いや、あれはカントリーロードじゃん。あ。この道のやつ、ふるさと行けば。お客さん言ってたよ、なんか、ナミさんはちょっと天然なんですか。いや、違うんですって言ってた。あれは演出ですって言ってた。ありがとう。なんかな、最近ね、ちょっと変えたのが、うん、やっぱ肩痛いじゃん、僕、うん、いろいろなんか、肩を後ろにしなきゃ肩が痛くなるから、なるべくちょっとこういう風な感じで、ああ乗り方変えますもん。あ、それともちゃんも言ってたよ。え、ともちゃんも言ってた。どう、巻き肩の人は肩が内に入りやすいから、そう胸筋のところを緩めて背中の方にこう引っ張るようにしたらいい。先生だから私。いやいや、体重80キロを奮い立たせて。あ、すごいじゃん。何ポーズ？何ポーズ？シクロクロスで1位になるときの練習。
1位の練習。両手両手両手で両手で1位って。さあ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 。見えじゃんこれ。やっぱこういうとこじゃないと練習できないじゃん。そうね。やっぱ人目があると恥ずかしいけど、こういうとこだったらもう悔しい練習もできるじゃん。こう確かに悔しい悔しい悔しいとか。演出ですね。演出がうまい。海がすごい綺麗。ターコイズブルーみたいな。やっぱイタリアじゃんこれ。シチリア島じゃん。シチリア島。綺麗。なんかそのジャージとちょうど合ってる色が。瀬戸内ブルーが。うん。ちょっと変速ケーブル伸びたっぽいね。今のね。さっきのオニコギして初期伸びができた。だから馴染み出しは出してますか。大丈夫ですか。あとあれか、上り坂行って下らなきゃいけない。おお。今日はチヌはいないわ。じゃあ行きましょうか。これまっすぐ。え、突き当たり屋を左行って、あ、右行ってすぐ左か。でそこ右。こんにちは。お、レコープ。ここ病院だったから、よく来てたおばあちゃんとここ。あ、そうなんだ。大きな火鉢があった。チビタと
ベージュ。ベージュ。ベージュ。怖いって。チキンスキンの鳥肌。あ、あれ自撮りじゃんこれ。よかったね。うん、ごちそうさまでした。チビタとベジ。桜がすごい。あれか、食後の昼クライムか。きつい。なんかケーキ屋さんも近くにできるって言ってたから楽しみだね。あとなんかバーって言ってた。バーはもうできてるって言ってたね。行ってみよう。わかる？あ、でも道は僕詳しいから。どこにバーが。すごいな。ここで店やりたいな。場所がいいからさ。場所いい。場所いいか。あ、環境いい。あ、環境。いや、よく歩いたわこれ昔ばあちゃん家からあの A コープ行くまで。ここ。蜂の養蜂場かいね、うん、そんなのもあったし、うん、あと鶏の卵産むとこもあったし。鶏飼ってる人がいたの？いや、あの養鶏場。あ、養鶏場。卵を作るとこあった。卵を作るところ、うん、鶏を育てるところ、ね、あ、そう。行ってみる。こっちわかるよ、だってずっと来てたもん。え、お母さん家もう少しいよね。この裏とかじゃない？全然全然。もうちょっと走る。確かにこの上の方に養鶏場があったんかな。うん、いや、そうよ、こういうとこで養鶏場とかしたら、うん、いいんじゃない？いや、いいんじゃない？みかんの餌がみかんにして、そう、餌をみかんにして、うん、卵がみかん風味で、でしかも卵黄が黄色くなるじゃん、みかんだけに。いや、ほんまかどうかじゃん。本当よ、本当になる。食べ物で変わるんだ。お米を食べて育ったトマトの卵は卵黄が白いの。へえ。こんなになったかな。この辺の家の人の家もよく入ったからね。お邪魔したことある。え、ここじゃお母さん。違うよ。え、違う。全然違う。ここ歩いたことあるよ、でもお前。ここだ。ここここ。ここよ。ね。お母さん家。チューリップが可愛い。こんにちは。じゃあ降りよっか。トイレして帰る。いや、開いてないよ。鍵持ってないもん。お母さん言わん
で行けたよって言っとく、うん、異常なしって、うん、めちゃくちゃ不審者じゃんこれ。サイクルジャージ着て、あの保管するやつ。うん、行こっか。はい、こんにここは昔商店だったね、ここは。ここ？うん、もうなくなったけど。商店豆腐売ってた。あ、よくなんかやっちゃうの聞いたけど。あ、臭い店。臭い店。臭い店。商店だったって。で、今このさら地になってるとこも、うん、商店があって、アイス、いつもこうアイス買いに来てたんや。で、ここのおじさんが、はい、100万円っていう。100万円の店。そうそう。100万円の店。うん。いやーいいね、やっぱこういうとこで店、勇気がいるな、ちょっとまだその気持ちがないわ。完全予約制のお店、来てもらった人にはみかんジュース、生搾りみかんジュース、うん、1杯5000円。あーいいね。はい、5000円、500円。はい、5000万円じゃん。お手洗い？普通のトイレの方のお手洗いで。見たらまで我慢できないな。で、その辺でシャーってやればいいんじゃない。昔よくやってたよ。さすがなみちゃんで無理か。実家なら実家でもやるんか。なんかここにお好み焼き屋さんあるでしょ。うん、ある。何もなくなってる中学校。え、何もなくなってるか建物が。学校は高校だったんかな、ここ。あ、トイレめっちゃありそうじゃん、あそこ。いや、入っちゃダメでしょ。小学校。こんな感じ。あー、海が綺麗。何してんの？トイレ行きたい。あ、トイレ行きたいの？じゃあトイレ探そう。よし、じゃあこれミッドナイトの動画ね。じゃあ次ちょっとだけ上り坂行って、あ、これもともとみかんの畑か、これ石だ、石、あ、石段、うん、ちょっとだけ農道行って下って、どうする、岡村島行く、行ってみたい。え、でも時間間に合うかな。時間は、あの広島、まあ岡村島もまあ登りだからいっか、橋の上とかが。すごいダンシングしてどうかとか、あと下りブレーキとかちょっと聞きたいです。じゃあ行きます。出発進行。最近リンジやってくれないから。何それ。動画です。ちょっと待って。撮るよ。はい、OK です。
じゃあ下りね、下り。あ、僕はいいわ。なみちゃん自分取れば。もう一回言って。ブレーキこんな感じだったっけと思って。今？うん。そうよ。変えるわけないでしょ途中で。え、なんかでも角度が違うくない？やっちゃんのとこれ。そう、途中で変えた。いや、つき方が違う気がする。待って。ブレーキの引く機能が違うっていうか。じゃあちょっと、ちょっと時間もあれなんで、うん、下ろっか。はい。じゃあ戻りますよ。はい、よかった、剣立てくれて。うんうん。あ、次はあの夫婦でサイクリングしてみたのエンディングです。忙しい。なんか今日島は桜がちょうど見頃の満開でよかったね。そうね、もうでも散ってるね桜が。散ってるとこもあるし、ちょうど今頃はっていう感じも、うんうん、今4月の中旬だからこれぐらいが島は見頃なんかもしれない。あ、そうね、ちょっと遅かったね今年は。うん、遅かったかね。お、あれ今からうどん食べるの？うどん、天ぷらうどん食べよう。うどん美味しかったもん。よし、じゃあ、じゃあ僕片付けますね。いや、お土産買って帰る。はい、私も片付けます。もう乗せるだけ？乗せるだけだと思うじゃん、うん、いろいろあるんですよ、することが。あ、そう。すいません。いつもありがとうございます。すごい。このフレームバック、なんかフレームバックがあって、あ、そう、それも思ったんよ、うん、あ、フレームバックはあった方がいいと思って。あ、私いつも夏バッグつけてるけど、はいはい、うん、今日ぐらいのサイクリングでもやっぱフレームバックあった方が助かりました。いろいろね、うん、こういうかけて外しちゃうのストレスもないし、うんうん、ちょっとあるだけでもめちゃくちゃ便利だなと思って。中は汚いから。でもレンチが可愛い。止めますか。はい、はい、家族でね、はい、やっぱいいですね。うん、じゃあ僕映して、僕あ、ほんとはい、一言お願いします。一言。元気が一番。元気が一番。呼吸なんだよ。ごめん。じゃあ切るよ。はい、はい、はい、片付け終わりました。今川奈美ちゃんがね、ここのうどん、天ぷらうどんが美味しいということで天ぷらうどんをでもなかったみたいなんですよ。だからまあもしかしてもご飯の時間終わってるかもしれないんですけど、あのきつねうどんをいただこうと思いますと。あれ、レシートも取っとこうか。あのレシート、あの最初の橋のね、領収書があれば、それを1500円以上かな、何円か以上やると帰りの通行券もらえますので、ぜひそれを利用してみてください。時間がないじゃん、もう3時だ。行きます。
味噌ありがとう。よいしょ。結構前にしていい？はい。うん、何回ね、クラッチ踏んでエンジンかけます。ちょっと待って、私マニュアル持ってんだから言わないでよ。入念の調整がいるから。おお。いくよ。うん。どうしたの？かからんくなってるわ。かかる。それまま。クラッチが足りてなかった。もうちょい前にした方がいいんだ。どうすればいい？クラッチ離しても大丈夫よね今。ニュートラル大丈夫。あ、桜すごくない？あれ。本当だ。チューリップがかわいい。うわ、綺麗。桜写した。いや、写し写し。広角だから入ってる。そう、その角度だよね。うん。最終あれじゃん、5回目 N じゃん。